響き合ってるよ、何回も。ね、そうちゃんね。皆様おはようございますです。実はですね、ここのところ動画上がってないのですね。私が何日か前からね、クラ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 してましてね、二重に見えるんですよ、物が。物が二重に見えましたね。で、眼科行ったらね、すぐ脳梗塞だか動脈瘤の怪我、恐れがある、ね、恐れがあるからすぐ大学病院行ってくださいって言ってね、緊急で入って、緊急でね、大学病院行って脳 MRI をやってきたんですよ。でね、その結果がいろいろ出てるんですけど、まだ目がね、二重に見えちゃって、まあ、入院してもいいんでしょうけど、まあ、いろいろ犬のマックがちょうどね、今ステロイド治療中なんです。いろいろ即入院もできないんで、とりあえずね、通いでね、いろいろ検査が始まってるとこです。そのわけでね、ただいまね、目がね、こう二重三重に映っちゃってるもんですから、固めでねやってます。まあそうちゃんね、全く関係ないみたいでこんな感じですけどまあこいつらがいるから私もうちょっと頑張んないといけないんで、ということでちょっと長い目で見てください。すいません、当分の間ちょっとね、ちょっと治療してますんで、治療中なんで、目の焦点がね合うようになれば、うん、やりますけど、まあ脳に異常がなければね、脳のねこことかはなかったんで、MRI しっかり見ましたよ。でね、いい脳だって言ってたよね、母ちゃんね、ボケも全然ないでしょって言われましたよ、あとはね、膠原病の検査とかね、いろいろします。それからですね、じゃあ皆さんもすみません、ちょっと心配かけてごめんなさい。もうじきやりますね、ね、そうちゃんね、はい、ね、はいって、まあ、ちょっと頑張りよって、焼き鳥食えば治るかもしれないってね、そうちゃん言ってましたよ。焼き鳥じゃ治んないということで、ありがとうございました、はい、すいません。そうちゃん、何ですか、ババって、うん、なめてくんのババババって、うん、今日はね、ちょっとジジさんのから大事なお話があります、ね、うん、ちょっとお待ちを、そうちゃん、ね、大事な話があるですよって、ジジさんから、ジジ様から俺は心配してるんだよってね、俺も心配してるんだよってね、そうちゃんね。それでは皆様ね、心配してるそうちゃんの心配顔でお送りしました。ではでは。